修理剤でクラウン製ガスリボ M29 のガス漏れを補修。はい皆さん、ごきげんようジョニーな人です。以前にダイソーのパンク修理剤で直したはずの M29 のガス漏れが再発してしまいました。当初は注入バルブ部分にコーキング剤を塗る程度で治るかと思ったのですが、実際はかなりの重傷だったようで、ガスタンクの上部付近からもガスが漏れていました。しょうがないのでフレームの右側を分解してガスタンクを取り出します。内部はこんな複雑な構造なのでバラバラになったら私には組み直せません。ですから、これ以上ばらけないように慎重に作業しました。はい、ガスタンクを取り外せました。わずかにガス漏れの音がして、一晩放置するとすっからかんになるという状態です。一度、注入バルブの結合部分にだけコーキングして組み立てたのですが、実際にはこの部分からガス漏れしていました。そのためこの部分を分解してコーキング剤を塗ろうと思ったのですが、これ以上はどうやっても引き出せず分解できませんでした。そのためコーキング剤は注入バルブ側にだけ塗ることにしました。これが注入バルブです。深く考えずに、ここにはバスボンド球を使用します。注入バルブ側はこれで OK。問題はこっち側です。分解できないとなると、最後の手段はあれです。100円ショップのパンク修理剤ですね。今回もこれに頼りますが、ここまで分解してあるので丁寧な作業が可能です。まずはパンク修理剤をよく振って、注入バルブから入れるだけです。S&T のガス漏れ M4 マガジンの時はガス漏れ箇所から盛大に泡が吹き出しましたが、このガスタンクはガス漏れ部分の隙間がかなり狭かったようですね。全く修理剤が染み出してきません。念のため、もう一回だけ注入します。やはり染み出しはないようですね。とりあえず修理剤で隙間が埋まるように上下を逆さにしてしばらく放置しましょう。このジョニーな小瓶に立てかけようねー。数十分放置しました。放出バルブ側から余分な修理剤を抜きましょう。あちゃー、周りに散らばっちゃいました。ガスを入れては余分な修理剤を吹き出すの作業を何回か繰り返して、修理剤が出なくなったら OK です。とりあえずガス漏れオンはしなくなっているので隙間にはうまく充填されているっぽいです。びっくりしたねー。生ガスしか出てこないからもう終了でいいかなー。こんなんで OK だね。
排ガス漏れが治りました。じゃあ、組み立て直そうね。念のため放出バルブ側とガスチューブの接続部分にもバスボンド球を塗っておくよ。これで、ちょっとはガスが効率よく流れるかな？もう一度、内部構造をアップで写しておきますね。この巻きバネとこの黒い部品が外れやすいので注意してください。はい、組み立て完了です。ガスを入れて、漏れがないかチェックしようね。耳を当てて聞いてみたけど大丈夫だったよ。最後に初速チェックをして終わろうね。どうして一発目はいつも低いのかな？二発目以降は安定していたね。でも、ガス漏れが治っても初速やグルーピングが良くなるわけじゃないしな。私の M29 は個体差なんだろうけどいまいちというか今3くらいだね。じゃあ、またねー。